渡るくん、渡るくん、渡るくん、これこれこれ、かわいい。南佐向島特産の合わせ石だからね。いきなり迷う。実用性を取るかデザインを取るか、プレゼントする立場としてはどうかな、渡るくん。うわ、お値段取ったね。何のためらいもなく。対象なしの彼氏だね。そんなんじゃ愛想つかされるよ。言ってやって言ってやって、おじさん。いつもいつもグッド愛想笑いでごまかしては、セナで泣いてる切ない乙女心に魂の救済を。この釣れないセリフあたりが、友達以上恋人未満のスタンスを如実に表してるよね。そういう微妙なカップルにこそ、この合わせ石のペアアクセサリーがおすすめなんだよ。だってさ、だってさ、渡るくん、そういえばなんでこれ合わせ石って言うの？普通のペアリングに見えるけど。あれ、お嬢ちゃん知らないの？南佐向島に伝わる合わせ石の伝説をさ。伝説？ほう、お嬢ちゃん、昔からの島の人間じゃないね。基本的にはね、今年転校してきたの。それじゃあ仕方ない。ちょっと長い昔話になるけど、聞きたいかい？聞きたい聞きたい、伝説大好き。昔とは言っても100年くらい前のことだな。この島が鉱山不況を脱して、島の人たちにやっと笑顔が見られるようになった頃、島の漁師で一番の稼ぎ頭だった藤吉という若者が、波打ち際に倒れている女の子を見つけたんです。藤吉はその娘を自分の家へ連れて行き、親身になって看病をしました。あ、何日も目を覚まさず、ずっと眠ったままだった娘は、藤吉のおかげで1週間後ようやく意識を取り戻し、しかし娘は今までの記憶を失っていて、自分がどこから来たのか誰なのかもわからずじまいで、何ですか先輩。しかし、この合わせ石の伝承は、由来はともかく、おじい様の文献から広まったものでして。ですから、私が語るのがふさわしいかと。それ以前にさ、ミヤちゃんいつからいたの？なんか絶妙のタイミングだったんだけど。綿菓子のあたりからでしょうか。前？ええ、先輩たちがいつ茂みへと姿を消すか。おっと、違った。お二人の仲睦まじい様子に声をかける機会を逸しまして。それはともかく、こうして横槍を入れてしまったのも何かの縁ですし、この先は私に話させていただけませんか？
手にして。それではお言葉に甘えまして。気の毒に思った藤吉は記憶を失った娘の面倒を見ることに。こうして二人の奇妙な同居生活が始まりました。いつの頃からか娘は海を眺めたまま悲しみに暮れるようになりました。けれど藤吉が何を聞いても寂しげに首を振るばかり。それから一月ばかり経ったある日、彼女はとうとう重い口を開き藤吉に告げました。二人はもう一度固く抱き合い、そして娘を乗せた船は沖へと漕ぎ出しました。いやー、改めて人から聞くと話やなって。そんな綺麗で悲しいエピソードがあったんだ。この石ってそんな思いが込められてるんだね。そっか。ごめん。でもさ、嬉しいよ。その思いの込められたプレゼントだったなんて。という話も、娘が再び島へ帰ってきたという話もどこにも残ってないんですよ。そんな。それじゃあこの合わせ石って。いいえ、
それでも島の人たちはこの阿波製紙のおまじないの力を信じているんです。どうして藤吉さんとその娘さんはまた会えたかどうかわかんないんだよね。それはですね、この話がこの島に残っているってこと自体が二人が再び巡り会えた証拠だとは思わないか。みんな久しぶり。楽しんでたかい？マスター、ただそのうちだけを言いたくて長々と語っていた私の立場は。ミヤちゃん、ごめん。でもこれ俺のペンションの登録商標だから。この合わせ石にはね、実は二通りの当て字が存在するのさ。へえ、そうなんだ。二つの欠片の切断面同士を合わせるから合わせ石、離れ離れになった恋人たちを再び巡り合わせるから合わせ石ってね。合わせ石か、なんかマスターが言うと臭いね。そう？うん、ハマりすぎてるっていうか、一体今まで何人にそれ言ってきたんだっていうか。両手で数えられる範囲だって、本当それだけだって。それだけって、それだけでも十分だよ。そんなもんかな。あ、そうだ、渡る。お前、茜にいつものお前みたいなことしてないだろうな。どうした？そのお前らしくない含みは。
ちょっと。前かな。普段はこんなことないよ。ただちょっとお財布落として探してたら。そんなに知ってないもん。年に5、6回くらいじゃない。引っかかるな。それくらい誰でも落とすよね。悲しくないから。それに見つけてくれたから。寂しい私を一番最初に見つけてくれたのはやっぱり渡るだったから。本当にそばにいてほしい時からちょっと遅れたけど、それでも十分許容範囲内だからいいよ。やだな。本当に感謝してるんだよ。いつも私を安心させてくれてありがとう。いつもみんなと一緒に私のそばにいてくれてありがとう。聞かせてね、渡るの音。
トクントクンがトクトクになったよ。ごめんね。トクトクのまま収まらないよ。もしかして本当に苦しいの？でもこんなこと今までなかったよ。早くみんなに会いたい。7人がいい。7人じゃなきゃ嫌なの。だから行こうよ、渡る。あの明るい場所へと戻ろ。ここは寂しいよ。
早く早く。